壮行会には亀井義弘監督や選手などおよそ130人が参加しました。亀井監督が目標のプレーオフに進出して地域に元気を与えたいと挨拶した後、唐島美奈キャプテンが今シーズンへの決意を述べました。ボールトゲザー、見たことない景色へ、今シーズンのスローガンです。私たちと一緒に戦ってください。応援のほどよろしくお願いいたします。この後、選手一人一人が今シーズンの抱負を述べた後、円陣を組んで必勝を誓いました。昨シーズンは11チーム中8位に終わったシラソル。目標のプレーオフ進出に向けて、今月14日、高松市香川総合体育館でホーム開幕戦に臨みます。